はい、オースター MUD、まあ、ヴィンテージを代表するデッキだと思うんですけども、どうですか、相性。相性としては、メインはオースの方が圧倒的に有利ですね。MUD はどうしてもクリーチャーを展開しないと勝てないので、はいはいはい、それがオース1本で覆ってしまうのでオースが有利かなと思いますね。どうしても縛るカードがいくらあれでも勝てないというのが、そうですね、なるほど。縛ってオースが出せなくなるぐらいであれば、うん、MUD も勝機があるんですけど、なかなかオース出せないってことにならないと。オース2マナーなので軽いんですよね非常に軽いと。MUD 一般的なリストとしてはどういう縛るカードが入っているんでしょうか。まず抵抗の宝球が4枚積まれているので、はい、これを複数貼っていくのがあるかなと。あとは制限カードになってしまっているので、はい、まあ、引ければそれを出すという感じで縛っていくかなと、はい、で最近はタングルワイヤーが抜けているタイプが多いので、今回の、はいはい、鳥海さんもそのタイプかなと思いますので、はい、マナコストを増やして相手を縛っていくっていうデッキのタイプかなと思いますね。ってことはその先ほど言ったようにオースが出ないほどのマナを縛るようなカードをたくさん引けば、ね、はい、まあ、チャンスがあると。ただ先手が、そうですね、1ターン目にオース出されたらもう投了してもいいかなっていうぐらいでしょうかね。置かれてしまったらもうどうしようもないと。そうですね、サイドボード後は何か改善点があるんでしょうか。サイドボードは、まあ、当然グラフディガーズケージでオースを封じていくということと、はいはいはい、あと1枚出しのウィッチバンオーブがオースの誘発を止めてくれるので、これが使えるかなと。なるほど、このカード、はい、モダンではなかなか活躍してますが、まさかヴィンテージでも、はい、活躍する。これオースだけじゃなくて、はいはい、パラドックスストームでも、ハーキュレーズリコールとかが効かなくなるので、はいはいはい、結構汎用性の高いアタックなんですよね。なるほど。さあ、メインボードは圧倒的にオースが有利とはいうものの、やっぱりゲームはちょっと分からないですが、はい、さあどうなっていきますかね。今マリガンがこなえて、先手の高橋さん、あ、どちらもマリガンですかね、これ。MUD オース、どちらもマリガンと。そうです、高橋さんはオースキープを狙っていくのかなと、うんうん、ううね、やはりインタビューに貼るというのは、はい、逆に鳥海さんとしては MUD 側としてはどういった反動をキープしたいですか。まあ鳥海さんのデッキにドミナリアのトラクソスが入っているので、はい、これのクロックが7って高いんですよね。だからこれが、まあ、縛りながら殴っていけば3回で勝てちゃうので、うんうんうん、それを、望んで、まあ、枠賞キープするのかな、ね、縛るカードプラスそういう速いクロックと、はい、あ、そうですね、魔女封じの宝珠ですね、一番オーバー、はい、トラクスだけだと多分それがクリーチャーとなってオース誘発されてしまうので同時に縛らないと難しいかなと思いますけど縛りながらそういった反動、はい、まあ、ちょっとリスキーな感じではありますがキープしないといけないと。そうですね、はい、さあマリガン社6枚にはオースあたりなさそうに見えますが、高橋さん手札はパニシングファイヤーバスルヒットジェイスが見えます、ね、うん、高橋さんは何度もこのオースを使用して高橋さんはもうこれまでの挑戦者決定戦のトップ8率がめちゃくちゃ高い方かなと、はい、毎回オースを使ってイメージ。そうですね、さあ今回もその自慢のデッキということで、さあこの6枚でお互い戦術もしたんでこれでキープとなりました。さあ、あとはゲームを待つだけです。ドビンバーンのこのスリーブが光りますね。ちなみにスリーブはどういったら使われます。私はもうクロスリーブ、あ、クロスリーブこれ鳥海さん側と、はい、そうですね、なるほど。あ、鳥海さんは枠賞手にありますね。お、彼女かなりじゃあ、はい、鳥海さんとしてはもう理想の展開と、はい、とはいえ先手でモックスが並ぶ展開だとその抵抗の宝球の1マナ重くなった程度では効かないと、はい、先手が圧倒的に有利なそれがあるんですよね、うん、なるほど。ヴィンテージはもうすごいですからね、カードがこれからとんでもない車みたいなカードがいっぱい出るわけですからね。手札の消費が激しい、はい、さあ先手はまず、関節の島から抵抗と、うん、そしてこの先手トップに積み込んでいたカードが欲しいのでしょうか。ハンドアートはオースを探しに行くことになると思いますね、はい、あ、下に置きましたと、はい、1ターン目にこの基本地形を置くっていうのも強いですね、うん、お、強力ですか、はい、1ターン目基本地形は相手の不毛の大地が使えなくなってしまうので、はいはい、手札に、あ、ありますね、不毛大地ありますね。さあここで枠所からどうですか、虚空の灰はこのマッチではどうですか。これは X でこれ1で置いてもいいですが、うん、オースが2なのでやはり2で入りたいと、2で置いてもいいと思いますね、うん、さあというわけで1ターン目はこの予想通りこの
ラビジャーは自殺できるのでモンストを誘発させないっていう意味ではいいです、ね、そういったクリちゃんの中では最も、はい、オースに対してはまともだと。さあこれタイムウォークと、はい、いきなりパワーナインパワーナインのうち1枚としかも黒枠ですよ、はい、ただ途中のバスで今オース引きましたね。これはこれ早速、はい、さあドリドン近い出ました、まあ、改めてこのカードのテキストを説明すると長いんですが、要するにこのクリーチャーがいない側が、はい、デッキがクリーチャーを倍出せるということで、そうですね。でそして、はい、オスのデッキはそのクリーチャーが強いというのがあるので、うん、これ1枚で場を制覇し、何が出てくるんでしょうか。基本的にはグリセルブランドが主、はい、であとは自分好みにもう1枚2枚なるほどなるほど。で高橋さんの場合は、はい、エムラクール引き下がりして英語エムラクールを入れてました、ね、おお踏み倒しの王者と、はい、さあ2ターン目ですが展開に迷いますが、ここはお高速警備車、はい、いやこういったスタンダードでも使われていないような茶が使われるのがやはりこの特徴、はい、これはおしかも機体だからそうなんです。おおすごいクリーチャーではないので、オースは誘発しないということになります。なるほど素晴らしい。でファクトリーがいるので次のターンもこれに登場させて殴っていけるっていう戦術で、ではこの高速警備車を対処しないとオースが誘発できないまま敗北してしまうと、はい、その可能性があります、ね、はい。素晴らしいこれはまさかのオース決まらないと。ただ高橋さん手札には今バスルフィが見えてますかね。そうですね。ただ今高速警備車タフネス4です、ね、はい、あ、今タフネス4です、ね、なかなか倒せないですね、はい。さあむしろ対処できるカードあるんでしょうかこの高速警備車を。1枚出しで、はい、イニシエの遺恨が入っているパターンがあるんですが高橋さんどうでしょう、リストには入っているんでしょうか。なさそうですね。ナイトラウト、まさかこの高速警備車がに殴り殺されるパターンが、いやかなりこれは見えますかね。さあ今帝豪で手札にパニシングファイヤーバスルフィが今1枚か下に置いたんですかね。さあこのバスルフィ、なんでバスルフィをファクトリーに打つかもしれないですか。なるほど、このターンは6点は食らうんですが、はい、そのあのただああそのターン終了時に対処することで次のターンの、そうですね、登場ができないと、はい、ただこれ6位になるということは次のクリーチャーが出てくると単純にもう負けになってしまう。そうですね。いやこれはもうこれはオースに対して最もいい回答と言っても過言ではないですね、はい、高速警備車という名前がまさに高速なこの高速警備車探しに行ってたんでしょうかね、もしかしたらマリガンでこれもキープ地になってた可能性ありますね。そうですね、うん、いやそれにしても黒枠がちょっとあんまりヴィンテージって黒枠のデュアラン出てきてもあんま不思議な気がしないですよね。みんななんか思ってる人多くないですか。私は白枠です。あ本当ですか黒枠の方多いですよね。多分あの昔からヴィンテージのパーツを持ってた方がヴィンテージが結構盛んになってきたので参入されてるっていう人もいると思います。ずっと持ってたこの黒枠と、いやこんな当たり前に出してますけどね、いくらするんだっていう感じですね。さあ引いたカードはイゼットの魔除けでしょうか。さあ追い詰められました。まずはこのクリーチャーが出てきたら必ず負けてしまうと。さあジェイス、バウンサーできません。ゼロ能力を使いますか。どうでしょう、何かありますか。何か回答を探しに行くんでしょうか。あ、意志の力を引きましたね、ひとまず。なるほど、次は出てくる登場クリーチャーが倒れたりできると。となると、このジェイスは行きましたね。そうですね。さあ、戻してターン終了。ただ、これがミシュアの交渉だったら負けた。そうですね。いや、高速警備車がまさか、こんな。こんなゲーム展開になると、ね、2体出せるんじゃないですか、ね、おーなるほど、確かに手札が見えないんで、なんでしょうかって、あ、白車、これはカウンターするしかないですね、もう、はい、登場はもうとびきり軽いですからね、高速警備車は1マナこんな簡単に乗れる車があっただろうかという、ね、さああるんでしょうか手札には、いや白車がありますかね、これはありますね、ありますね。というわけでゲーム1は MLD がまさかの高速警備車が高速でダメージを覆して勝利となりました、はい、さあ伊野さんの予想に反して勝利したわけですが、サイドボード後は MLD、 先ほどおっしゃっていたようにゲーム展開としてはその墓掘りの檻だったり、はい、この魔女封じの宝珠なんかを入れて、まあ、その
大須に対して妨害をすると。そうですね、まずこのコンボに対して妨害をする。一方どうですか、この高橋さん側としてはもう置かれることはほぼ分かっているわけですね。はい、それを割っていくっていう作業に入るんですが、まあ先ほど言ったようなインシェントクラッチ、はい、インシェントイコン、あとはネイチャーズクレイムですかね、はい、地図の要求、はい、ただこういったカードがそのサイドボード後のカードにも突き刺さる上に今みたいな高速警備車とかも対処できるのが大きいですよね。はい、基本的に何もしないクリーチャーはトリガーさんは、はい、墓掘りの檻を置いてない限りは展開しないと思いますので基本的にその墓掘りの檻を割っていくっていう作業になると思います。 MUD 側としては展開をしないでゲームを長引かせて、サイドガンゴリグラフディガーズケージを張った上で展開していく、割られる前に殴り殺すっていう感じのパターンですね。サイドカードを見るに、ま、若干茶破壊よりも入れる鳥海さんの枚数の方が多く見えますが、そうですね、はい、あとスパイグラスが色的にダグフェイデンがきついのでMUD側はそれを能力を封じるっていうので入れる、うん、なるほど。あと前方確認もできるのが強いですね、はいはい、さあそんなところでしょうか、はい、いやーこのヴィンテージ意外なカードが活躍するってわけですが、そうですね、まあ、高速警備車なんか結構その出た当初はもうすでにヴィンテージ界隈では騒がれていたという話で、はい、いやあれが騒がれるんだっていうなんか不思議な感じでしたが、4マナっていうのがポイントで、ミシラズワークショップは3マナをそれを補ってくれるので、あとは適当なモックスから4ということで1ターン目に5点っていうのが強いんですよね。いや大須に対して強いっていうのはなかなか予想外というか、そうですね、そしてこのトラックソスもそうですね、これから4マナと、そうですね、トラックソスも4マナで同じなんですが、はい、これはクリーチャーとして場に残ってしまうので、うん、オースに出すにはちょっと危険かなっていう、厳しいと。ただサイトアウトはしない方がいいですかね。そうですね、ケージを張った後に割られないうちに早く勝負を決めていかないといけないっていう状況に追い込まれてしまうと思うので、クロッカー欲しいと、はいはい、さあこの4マナのアーティファクトがじゃあヴィンテージではもう毎回活躍の機会を待っていると、はい、そうですね、そうなんです、はい、じゃあ3マナのすごいカードって多分すらないんでしょうかね、もしかしたらウィザーズは。いやー分かってて、今鳥海さんのデッキ見てるんですけど3マナでも強いカードはいまして、インスペクターですね。どれですか。4マナ入ってるファウンダリーインスペクター。あ、はい、3マナ2、3、3、あ、そうです、はい、あ、3、2か。これは3マナで唱えられるんですけど、はい、こいつ自身アーティファクトのマナコストを1マナ、はいはい、軽減してくれるんですよね、うん、なので、先ほど言ってたトラクソスや高速警備車が3マナで出てくると、はいはい、しかも枠章から行ったみたいな、そうなんです、とんでもないですね。でこいつパワー3が地味に強くてですね、はいはいはい、こいつビートっていう勝ち手段もなくて、ね、こいつがビートを刻むと、はいはい、こいつ複数枚重ねると6点クロックとかって結構早くゲームが決まってしまうパターンもあるので、いやー、はい、こいつは枠章から出てきてその後モックス1マナで抵抗の補給とかっていうのを、うん、その後続けてくれるので、なるほどなるほど、一時期磁石のゴーレムがそれで1枚でそれが済んでいたんですけど、はいはい、これで2枚カード使ってしまいますけども、うん、磁石のゴーレムのような動きができると、なるほど、じゃあもう制限カードですかね。そうですね、はい、いやーワークショデッキっていうかこのアーティファクトがアーティファクトって危険なんだなっていうのは改めて分かりますね。サイドボードには必ず、アーチャクト対策と墓地対策は必須の環境になると思います、ね、ヴィンテージ環境、はい、高橋さんの大きさちょっとアーチャクト対策少ないように思いますが、こんなもんなんでしょうか。そうですね、ただインシェンイカムはフラッシュバックも含めれば2回使えるっていうのがあるので、あと大数で墓地に送っても落ちると、はい、はい、それでフラッシュバックで使えるっていうのは2点かなと。なさあゲーム2が始まりましたが、今回はどうでしょうか。イゼットの眉受けと大須がありそうですか。ケージありますか、ね、どうでしょうか。ケージは見た目なさそうに見えますかね。ないですかね。ないですかね。ただトラックソスがあるかな。おお。ただ枠書がないですかね。そうですね、初動が3マナですね。モックスモックスから、お、始めました。さあモックスエメラウドとサイエン、はい、オースとボルカと、はい、はい、ただこのオースなんですが今何もしないですね。そうですね、緊急火事炎がないので、はい、コンボにはなってないです、ね、どうですか。こうなった場合やっぱりその一切展開しないでその緊急火事炎を待つか、自分が
破壊の檻を引くのを待つというのがゲーム展開的には。そうですね、はい、あバリスタとかハンガーバッグみたいなカード入ってないんですかね。MUD はどうですか一般的には、一昔前だとハンガーバックワーカーが入ってたんですね、はい、あれあのオースにも結構聞いてですねハンガーバックワーカーとあと、後輩者の組み合わせで、はい、グリセルブランドが出たとしてもそいつのブロックに合わせてハンコンスタックでサクリファイスってやると回避しないっていう対処方法もあったんですけど、今はトラクソスがメインになっちゃうとハンガーバックワーカーは抜けてるんじゃないかなもうちょっと単体ででかいクリーチャーを多めにして、はい、その結果そのちょっと小粒なカードを抜けた抜いたと。そうですね、おただこの強いんじゃないですか。ファクトリーがミッシャーの交渉は始めるかもしれないですね。なんか一昔前のあの行き詰まりを思い出しますよねひたすらミシャーの交渉が殴るみたいな展開が、うん、さあオースは晴れたんですがミシャーの交渉が止まりません。そしてランドもないので土地が止まった上で抵抗の補給なんで1000億円ですね、はい、ただ土地を近畿の果樹園を1枚引けば、はい、果樹園1枚で、はい、さあエンシェントトゥンボイニシエの運母から あただ刑事これはどうでしょうか。ただメンタルミステップと僕はさすがですね。基本的にメンタルミステップというのは MUD には全く刺さらないので、はい、サイドアウトしてもおかしくないんですけれども、うん、サイドボード見越してと、はい、墓の檻が来るだろうということで入れてらっしゃったんですね、はい、見事に対処して、ただ引いたのはあこれはあ抵抗の補給だからマナカカンですね。そうですね。てか高橋さんさっきから黒枠しか出てこないですよ。すごいですね。すごいちょっと高橋さん今日雨結構強いんで帰り道は気をつけていただきたいです ね。これはすごいすごいですね。やっぱり改めて圧巻ですよね、この黒枠を見ると。でここでどうするかですね。はい、トラックソスは出せますよね。どうでしょうか。まあちょっと出すと危険というのがあるんでしょうか、はい、あウォーキングバリスタの方は4枚入ってますね。鳥海さんは、あそうですね、歩行バリスタ4枚入ってますね。で一般的に歩行バリスタとプラスでして入ってたそのハンガーバッグ、はい、搭載後期間のようなカードが抜けて、まあ、そういったかになっていると。さあどうですかこのチャリース X に2マナーで置いたということはおそらくエンシェントクラッジを警戒してエンシェントのイコンをケアしていると、はい、2マナーだとハーキルズリコールも止められる、はい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 、いい選択肢かな。まあ、果樹園も仕方がないと、はい、あ1位すると自分の墓掘りの檻も引っかかっちゃいますかね。あそうですね、それもありますよね。さあこの静かな時を沈む刻むのがこのミシュアの交渉と、あクラッチ2枚目引きましたね。おお墓掘りの檻2枚目どうですかこれは。これが通ってしまったらかなりゲームエンドが近いですが、ただ持ってますね持ってますね。はいこれウィルを切りますと、はい、さあアイゼットの魔除けなんかもブルーカウントですかね。おおブルーカウントウィルの餌には使えるというところでただ X になんでも使いませんと。もなかなか、はい、一個ずつ一個ずつなんとか対処して、はい、あとは果樹園さえ引けばと。さあ鳥海さんとしてはもうここはなんとか効かないカードをプレイしていくしかないと。そうですね。さあいやミシュアの交渉強いですね。強いですね。こう見るとオースにはいいアタッカーになってきますね。引いたカードなんでしょうか。引いたカードあラベジャー、ね、ラベジャー電結の後輩者ですね。先ほど言った後者後輩者はやはりそのすごい強いカードですね。おあおー打ち消されましたしかも高橋さんもちょっともう予見してましたねこれは、うん、まさかのまさかの、はい、自分のに引っかかってしまう、 しまうとこれが杯は大いにしたお大いにしたんですよね。高橋さん手札に昭和のテル今実物政治教育と、ね、サイドボール買おうとしてはその今みたいなその墓掘りの檻対策として入ってるんですかね、はい、そうですね、はい、で手札にエムラクールいます、ね、おエムラクール。ちなみにエムラクールってどうですか出された時に鳥海さん側としては、はい、カラカスが入ってたらバウンスできるんですが基本的には入っていないと対処できないと。さあデッキにはどうでしょうか。カラカスはハイレクションの変形者がいるので、おただ変形者って出しても開始で先に攻撃されますからね。さあこの3玉ミザの宝器置かれるとどうなんですか。3玉と
はい、あの抵抗の補給の関係性ってご存知ですか？僕ちょっと分からないですけど、これは抵抗の補給で増えた、はい、まあ、長様を超えないと、はいはい、3万の以上払わなくてもいいということになってしまうので、元が4万の呪文の場合はどうなります？じゃあ5万払うんですか？5万になります。あ、その代わり元々1万だったものは抵抗の補給で1万増えて2万になるんですが、はい、3万の補給で3万になって。おお、なるほど、ありがとうございます。詳しいですね。僕ちょっと全然分からなかったんですけど、私もよく MAD 使うので。あ、本当ですか？MAD でよく使われると。いや、このルールが、あ、確かに。でも3つなる宝球は常に一番最後っていうのを僕聞いたことありますね。なんかそうですね、明美製造そういうやつじゃないパターンもあるんですけども。あ、本当ですか、はい。さあ、ライフが2点ずつ毎ターン減っていきます。果樹園さえ引けばなんですか。お、ブラックオータスですか、これは。オータスですね。多分3マナかかって、3マナかかってしまうんですね。いやー、3つなる宝球が難しいでしょう。間に合ってますね。そして今引いたのはマナクリプトです。マナクリプト、マナクリプトって使えるんですね。マナクリプトは今は使わない方が。そもそも3マナかかりますか、出すのに。そうですね、3マナかかるにあのコイントスでダメージライフが痛いと。いや、あとあのまだクリーチャー場に1体目でやるにせライフ5対10ですからね。謎の印象の分母がかなり映ってますね。謎の5対10が。さあ、あと2ターンは見た目ありますが、そろそろ引きたい、引きたい。さあ、どうでしょう。抵抗引かないですね。これかなり苦しいです、はい。一方の鳥海さんも首を絞めるカードばかり引いてしまい、なかなか展開できません。この締め合いもヴィンテージっぽいです ね、 そうですね、いかにも。さあ、さあ次で、あと2ターン。これはどうしたの。トレイリアのアカデミーを引けば4マナ出るので、お、ショーテルが打てますかね。それとギリギリで間に合うと。まだ果樹園でも間に合いますかね。ただ引いたのは石の力、ね、しかもライフが3なのでもうプレイもできません、うん、プレイするとゼロになってしまいますと。さあ、ここは次あと果樹園でもう間に合わなくてしまいます ね、 そうですね。アカデミー一択と。さあ、ディスカードは何を捨てるんでしょうか。不問大地は効いてますね。さあ、インシェのイコン、インシェのイコンは欲しかった、はい、本当はかなり欲しかったところですが、フラッシュバックも2マナ、はい、封じ開いてますね。さあ、最後の、これが最後の一旦前ですね。さあ、箱破棄者ですか、リボーカーですかね。じゃあリボーカーは打ち消されてしまいますが、どうでしょうか。何の3マナ、何の3マナですかね。土地が来ないとどうしようもないですね。逆に土地が来てれば勝ちというゲームが多かったんですが、ただもう間に合わないですね。これは果樹園でもダメとなると本当に一択ですかね、はい、トレイリア、ね、トレイリアのアカデミーは、ただ実物提示教育だともしかしたらあれかもしれないですね。あのクリーチャーが出てくるともう、あ、そうですね、回収足んないかもしれないですね。何か勝てるカードがあるんでしょうか。ラストターンのドローですが、さあ引いたのはランド。遅すぎましたね、この土地は。考えていますが、引いたんですが土地は、はい、はい、これ投了となりまして、まさかの、はい、まずはまさかの MUD 鳥海さんが見事勝利されました。